W8 とは、ベクターモーターズ社によって生産されていた自動車である。W8 は、ベクターモーターズ発の量産車である。同社は市販車のプロトタイプである。W2 を1978年に発表したが、生産のための資金の調達に難航し、また、放棄の問題もクリアできずにいったため、結局生産にこぎつけることができなかった。 W2 の発表から10年後の1988年に発表されたのがこの W8 である。コックピット設計は創設者、ゼラルド・ウィーゲルト・デビッド・コストカが手掛けた。基本的には W2 の市販アップグレード版であるが、開発には W2 で得られたノウハウの他当時の最先端の航空機技術がフィードバックされており、車種はアルミモノコック、ボディには カーボンケブラーなどが使用されている。エンジンエンジンは、シボレー製 V 型8気筒、オフをカスタムしたものをベースに、キャレット製、ツインターボで下級し、トランスミッションはハイパワーに対応するべく、シボレー用をカスタムした3速 AT が組み合わされた。サスペンションはフロントがダブルウィッシュボーンで、リアはこの手の車としては珍しいドディオンアクスルが、設定された。 W8 の0から60マイル加速は、わずか4.2秒で、推定最高速220マイル時以上となっている。しかし、ボンネビルソルトフラッツでのテストでは、W8 のベースとなった W2 プロトタイプは、最高速242マイル時に達していたと、アメリカの自動車雑誌、トップホイールはレポートしている。アメリカの自動車雑誌、ロードトラックは、 1991年3月と1992年8月に行われた W8 の最高速テストの内容を公開し W8 がフェラーリ、ランボルギーニ及び1990年代初期の他のほとんどのスーパーカーを上回る世界最速の生産者であることを宣言した1988年のうちに発売が予定されていた しかし当時のアメリカ国内放棄を満たすことができず、修正を行った結果発売まで2年を費やし、デリバリーが開始されたのは1990年になってからだった。量産モデルは放棄に合わせて、ミラー、ノーズ形状、グリル、リアスポイラーの形状が変更となった。生産はカリフォルニア州ウィルミントンの工場で、すべてハンドメイドで行われた。しかし、 ベクターの資金難のため量産が進まず、1993年まで生産されたものの市販されたのはわずか19台であった。残りはレース用のプリプロダクションモデルとプロトタイプに割り当てられた。ありがとうございます。